こんにちは。今日はこの全世代レーサーグランプリの3回目で、今回も抽選はもう終わってます。抽選の結果はこんな感じ。さあ、3回目の予選、優勝するのは誰かな。それじゃあ早速最初のレース、最初のレースはライトニングマックイーン対ブリックヤードレ。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのはライトニングマックイーン。次のレースはトーカップ対シャイニーワックス。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのは僅差でトーカップ。さあ、次のレースはフォークスホイールドライブ対タンクコート。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのはタンクコート。さあ、次のレースはノーストール対レブンゴーレーサー。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのはノーストール。さあ、次は B ブロック。最初のレースはギャルウェザーズ対 N2O コーラ。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのは N2O コーラ。次のレースはボビースイフト対ムードスプリングス。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのはムードスプリングス。次のレースはニトロエード、ね、ニトロエード対リボルティング。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのはニトロエード。さあ、次のレースはトリプルデント対スプッターストップ。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのはスプッターストップ。さあ、次は2回戦。2回戦最初のレースはライトニングマックイーン対トーカップ。さあ、勝つのはどっちかな。勝ったのはライトニングマックイーン。早い。
次のレースはノーストール対タンクコート、さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはタンクコート。さあ次のレースは N2 オコーラ対ムードスプリングス、さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはエンツオコラ、早い。次のレースはリトルエイド対スプッターストップ、さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはリトルエイド。さあ次は A ブロックの決勝戦、ライトニングマックイーン対タンクコート、さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはライトニングマックイーン。B ブロックの決勝戦、 N2 オコーラ対ニトロエド、さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはニトロエド。全世代レーサーグランプリ3回目の決勝戦、決勝戦を戦うのはライトニングマックイーン対ニトロエド、さあ勝つのはどっちかな。第3回予選優勝したのはライトニングマックイーン、めちゃくちゃ早かった、おめでとう。というわけで今回の結果はこんな感じ。これに前回までのポイントを合計するとこんな感じ。さあ決勝ラウンドに残る4台は誰かな。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。